芝の女王の乗船は、フランスバロック時代の古典主義の画家クロード・ロランが1648年に制作した絵画である、油彩。主題は、旧約聖書、列王記上第10章及び、歴代史下第9章で語られているイスラエルの、王ソロモンと芝の女王のエピソードから取られている。画家の代表作として知られる、本作品は、ロンドンのナショナルギャラリーが1824年の、 設立に際して最初に取得した38点の絵画作品の一つである。前年の1823年に所有者である銀行家ジャン・ジュリアス・アンガースタインが死去した時、イギリスは当時国内で最も素晴らしいと呼ばれたコレクションを国立の美術館の基礎とするために購入した。このうちクロード・ロランの絵画は五点あり、残りの四作品はセウルスラの乗船、開港、 ディアナによって再開したケファロスとプロクリス、そして本作品の体として制作された、イサクトリベカの結婚のある風景である。いずれもナショナルギャラリーに所蔵されている。シバの女王は、旧約聖書、列王記上重章と、歴代史した旧章コーラン、及びエチオピアの歴史の中で言及される、古代の王国、シバの支配者である。その王国は、考古学によって、 現在のエチオピアとイエメンの領域に位置していたと推定されている。旧約聖書によると女王はソロモン王の偉大な知恵を聞き、イスラエルを訪問して王に面会し、様々な難問で王の知恵を試そうと考えた。そこで女王は従者を従え、莫大な財宝と考慮を携えてやってきたが、ソロモン王に応えられないものはなかった。エチオピアの伝説によるとバの女王は、 王の知恵と富に感銘を受けて一神教に改宗した。また女王はイスラエルに長期滞在し、ソロモンとの間に子供が生まれたと伝えている。V4 校、フレデリック・モーリス・ドラ、トゥール・ドーベルニュ。イノケンティウスの甥い、スーキ教、カミール・フランシスコ・マリア・パンフィーリ。オリンピア・アルドブラン・ディー元もともと本作品は、ローマ教皇イノケンティウス10世の甥。い。 カミーロ・パン・フィーリー・スー・キによって、タイとなる、イサク・トリベカの結婚のある風景と共に発注された。しかしカミーロは、母親の推薦する結婚相手がいたにもかかわらず、おじイノケンティウス10世の戴冠式で出会ったオリンピア、アルドブランディーニに恋をし、彼女が、夫と死別した後、彼女と結婚するために、スー・キを辞任した。しかし彼の母やイノケンティウス十世から結婚を、 心よく思われなかったために、二人は、ローマを去らなければならず、髪色の母が死去する十年後までローマに戻ることができなかった。これは、絵画が完成する、少し前に起きた出来事であり、受け取り手を失った絵画は、最終的に別の顧客であった V4 校、フレデリック・モーリス・ドラ・トゥール・ドーベルニュのために制作されることとなった。この人物は、 画家と同じフランスの出身で、当時、イノケンティウス10世の軍の将軍を務めていた。そのため、絵画には、画家の署名と日付及び V4 校のために制作した、胸が記されている。クリベド・ヘイライブイ・アイヴフェイクとポアーサン・アルテス・エル・イ・ドゥック・デ・ブビラン・エ・ロマエ1648、1648年の大作品、イサクト・リベカの結婚のある風景。ロンドン。 ナショナルギャラリー所蔵。トーマス・ローレンスが1790年頃に描いたジョン・ジュリアス・アン・ガー・ースタイン。ナショナルギャラリー所蔵。クロード・ロランはイスラエル王ソロモンを訪問するために出発する芝の女王を描いている。早朝の太陽が海を照らす中、女王は古典的建築物に囲まれた港を出発しようとしている。彼女は次女たちを従えて、 階段を降りていき、ガレ温泉に乗船するために待機させているボートに乗り込もうとしている。女王は赤のチュニック、ロイヤルブルーのマント、金色の王冠を身につけている。旧約聖書によると女王は莫大な金品と香料をイスラエルにもたらしたとあり、女王に従う侍女たちはそうしたダビデオへの贈り物を手に持っている。その光景を市民のある者は立ち、 ある者は階段に座り、あるいはもたれかかりながら見ている。また、船乗りたちがイスラエルに運ぶ積みを荷上げする一方、会場で停泊しているガレオン戦場では、忙しげに出港の準備を進めている。空では、飛んでいる鳥の群れが長望できる。これは、クロードロランが描いた数多くの港のシーンの一つでは、あるが、通常、この主題で描かれるのは、シバの女王と、 ソロモン王が出会う場面であり、イスラエルに出発する女王を描いたクロードロランの選択は図像学的に珍しい。構図は遠近法の線と強い垂直線の交点で、右側の階段にいる人々のグループに目を向けさせる。画面右下隅の最後の階段には、V4 校フレデリックが描かれており、フレデリックの主題に対する関心の深さがうかがわれる。構図において、 クロード・ロランは、ルプソアールと呼ばれる技法、地平線の奥行きの空間回帰の感覚を与える、レイヤーを描く方法を使用した。太陽の光と周囲の建築物の暗さの、コントラストはまたさらに深みを与える効果を引き起こす。色調を微調整するアーティストの熟練した技術はこの、奥行き感を巧みに実現しており、絵画の空間が交代するにつれて、色をより涼しい色調に、 段階的に変化させている。オード色の黄色とチタンホワイトのグラデーションで実現された夜明けの色は他の数人のバロック時代の芸術家が何とか成功した絵画における光のキャプチャが完璧であることを示しており、ディエゴ・ベラスケスやヨハネス・フェルメールなどの巨匠の作品に匹敵するものとなっている。また、色とオード色が組み合わされた海の配色も注目に値する。 緑がかった色調で水面の光の反射を完全に捉えている。両絵画は旧約聖書の異なる物語を主題としているが、どちらも男女関係に関する物語である。人が賑わう都市の港と静かな田舎の風景は対照的であり、絵画世界の中心人物たちはそれぞれ左右を建築物あるいは木々に囲まれ、海あるいは大きな川を背景としている。 またどちらの絵画も背景に塔が描かれている。クロード・ローランが絵画に塔を描くことは珍しくないが、大作品のどちらも塔を描いていることは特別な意味があると考えられている。というのも、フレデリックの聖ドラ・トゥール・ド・オーベルニュとは、オーベルニュの塔を意味し、またその一族は石造りの塔を紋章とした。そこで、シバの女王の乗船の右側よび、 イサクトリベカの結婚のある風景の左側に立つ、丸い塔は彼を表す象徴と考えられる。1648年に完成したシバの女王の乗船及びイサクトリベカの結婚のある風景はブイヨン・クロードと呼ばれ、18世紀を通してブイヨン公爵家が所有した。フランス革命後の1794年。 フレデリックの五代目の子孫で、ブイヨンの後継者であるジャック・レオポルトドラ、トゥール・ドーベルニュが投獄され、財産も没収されたが、両作品は、約2メートルもの大きなサイズかつ、絵画の持つ名声にもかかわらず応酬を免れた。19世紀初頭になって、パリの美術賞エラールから、両絵画を8400ポンドで購入したのが、銀行家、美術コレクターとして、 有名なジョン・ジュリアス・アンガースタインであった。彼の死後、絵画は他のコレクションと共に国家によって購入され、1824年にナショナルギャラリーの設立と共に同美術館に所蔵された。本作品及び本作品と同様のクロード・ロランの作品は風景画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーにインスピレーションを与え、カルタ語を建国するディドと カルタゴ帝国の滅亡を描かせた。ターナーは、カルタゴに関する作品のうち、カルタゴを建国するディドと、モヤの中を登る太陽を、クロード・ロランの大作品の横に展示されることを条件に、ターナー遺像の一部として、国に残した。ターナーの作品の多くは、デートギャラリーに所蔵されたが、カルタゴを建国するディドと、モヤの中を登る太陽をはじめとするいくつかの絵画が、 ナショナルギャラリーに所蔵されているアンガースタインのコレクションから購入されたクロードロランの残りの絵画は次の通りターナーが本作品などのクロードロランの絵画に影響を受けて描いたカルタゴの作品は次の通りありがとうございます